二十八君のうちに財産があるなら、今のうちによく始末をつけてもらっておかないといけないと思うがね。余計なお世話だけれども。君のお父さんが達者なうちにもらうものはちゃんともらっておくようにしたらどうですか万、まあ、一のことがあった後で一番面倒の起こるのは財産の問題だから。ええ。 私は先生の言葉に大した注意を払わなかった。私の家庭でそんな心配をしているものは私に限らず父にしろ母にしろ一人もないと私は信じていた。その上先生の言うことの先生としてあまりに実際的なのに私は少し驚かされた。しかしそこは年長者に対する平勢の敬意が私を無口にした。 あなたのお父さんが亡くなられるのを今から予想してかかるような言葉遣いをするのが気に障ったら許してくれたまえ。しかし人間は死ぬものだからね。どんなに達者なものでもいつ死ぬかわからないものだからね。先生の好期は珍しく苦々しかった。そんなことちっとも気にかけちゃいません。と私は弁解した。 君の兄弟は何人でしたかねと先生が聞いた。先生はその上に私の家族の人数を聞いたり、親類の有無を尋ねたり、おじやおばの様子を問いなどした。そうして最後にこう言った。みんないい人ですか別に悪い人間というほどの者も,もいないようです。大抵田舎者ですから。田舎者は なぜ悪くないんですか私はこの追求に苦しんだ。しかし先生は私に返事を考えさせる余裕さえ与えなかった。田舎者は都会の者のよりかえって悪いくらいなものです。それから君は今君の親戚などのうちにこれといって悪い人間はいないようだと言いましたね。しかし悪い人間という一種の人間が 世の中にあると君は思っているんですかそんな言い方に入れたような悪人は世の中にあるはずがありませんよ。平成はみんな善人なんです。少なくともみんな普通の人間なんです。それがいざという間際に急に悪人に変わるんだから恐ろしいのです。だから油断ができないんです。先生の言うことは ここで切れる様子もなかった。私はまたここで何か言おうとした。すると、後ろの方で犬が急に吠え出した。先生も私も驚いて後ろを振り返った。縁台の横から後部へかけて植え付けてある杉苗のそばに、熊笹が三つぼほど地を隠すように茂って生えていた。犬はその顔と背を熊笹の上に表して、盛んに吠え立てた。 そこへ遠ぐらいの子供が駆けてきて犬を叱りつけた。子供は気象のついた黒い帽子をかぶったまま先生の前へ回って礼をした。おじさん、入ってくるときうちに誰もいなかったかいと聞いた。誰もいなかったよ。姉さんやおっかさんが勝手の方にいたのに。そうか、いたのかい。うん、おじさん。 こんにちはって断って入ってくるとよかったのに。先生は苦笑した。懐からガマ口を出して、五前の白道を子供の手に握らせた。おっかさんにそう言ってくれ。少しここで休ませてくださいって。子供は利口そうな目に笑いをみなぎらして、うなずいてみせた。今、石膏町になってるところなんだよ。 子供はこう断って、ツツジの間を下の方へ駆け降りていった。犬も尻尾を高く巻いて子供の後を追いかけた。しばらくすると同じぐらいの年格好の子供が二、三人。これも石膏町の降りていった方へ駆けていった。